こんにちは。今年はタケノコたくさん取れたはいいけど、ヘトヘト、足ガクガクの梅です。来年まで保存ができるように、ラッキによる瓶詰めのおさらいです。今年はウェックでもやってみました。行くわよ。来年あるのかな。瓶はすべて再利用、ジャムや塩辛、離乳食のものなど100均にもあります。これから高温にするのできれいに洗ってあれば殺菌の意味では必要ないですが、よりきれいにもなるし、軽く煮沸もおさらいいっとく。割れ防止のため必ず水から入れて沸騰後5分くらい、あとゴムはしゃぶしゃぶ程度、やけどに注意でトングなどで取り出して伏せてお湯切り後ひっくり返しておけば熱ですぐ乾きます。 OK。ウェックからなるべく隙間なく入れたければカット、そこはお好みで。なお梅のやり方はメーカー推奨のやり方ではありません、自己責任で。形を優先して隙間があってもお湯を入れるので大丈夫です。梅は牛詰め、自分用だし。はい、こんな感じ。広口瓶もこんな感じ。お湯を入れていきます。時間短縮のため熱湯を入れます。お湯の量が多くなるときは瓶が割れる可能性もあるので、温度低めか水が無難です。タケノコが隠れてほぼ瓶いっぱいまでお湯を入れます。溢れるほどでは多すぎです。ウェックのガラス瓶、蓋にゴムパッキンを乗せます。なんかゆるい嫌な予感。瓶に乗せます。付属のクリップを2個留めます。向かい側にももう1個。はい、多少心配ながらも準備完了。広口瓶の方は蓋を緩めに閉めます。空気が外へ抜けて出すとき瓶ごと持ち上がるくらいを目安にしています。お湯を入れるため小さい瓶は小皿などで少し高さを出します。もう1個入ると思ったのに。瓶の肩くらいの高さまでぬるま湯や水を入れます。鍋の蓋をして加熱。沸騰してお湯が入らないか瓶が倒れないか確認。瓶大きめ、数多めのため沸騰してから30分加熱でいきます。中身が完全に100度になりたいので大きさや量で調整します。最低沸騰後10分以上は加熱したいところです。取り出します。熱いよ。やけどに注意。すぐに普通にしっかり蓋を閉めます。蓋の劣化がひどくない限り空気漏れしません。万が一耳を澄ましてジジイとか空気漏れの音が聞こえるようなら、もう少し強めに閉めるか逆さにして冷ませば大抵大丈夫です。蓋が出っ張っているタイプのものは押さえてへこませながら閉めます。うまくいかなくても再度加熱でやり直しができます。1回目終了。2回目。蓋をして完了とチェック。3回分です。たくさんできた。冷めました。ウェックのチェック。ゴムのつまみが下向き、ラッキー成功のサイン。ちょっとゴムがはみ出しているのが気になる。どうかな。クリップを外しても蓋はしっかりくっついている。蓋を持ち上げても取れない。 OK。 瓶の方は冷めた時うまくいっていれば蓋がへこみます。左は脱皮していない紅生姜です。こっちは今脱皮したタケノコ。カードと蓋の間に隙間があって蓋がへこんでいるのがわかりますね。ね、抽象様々ですが、何かまあまあ大量ですが、何かもうすぐ1年のジャムもあります。冷蔵庫が空いたら順次入れていく予定です。10日後開封。常温で10日以上経ちました。普通ならとっくに腐っています。ゴムのつまみは下向き、外観的には変化はありません。蓋もガチガチにくっついています。
ゴムパッキンの取っ手を引っ張れば空気が入って脱気解消になる予定。行くわよ。聞こえた？空気が抜けてもゴムががっちりくっついていて取れない。パッキンを一周引っ張って外していきます。きました。とてもいい香りです。このままお刺身でも全然いけます。保存性を高めるために梅は前日のように冷蔵庫で保存しているのですが、常温保存を希望する方が多いようなので、脱皮後より保存性を高める方法をご紹介します。今日は干してさらに加熱して殺菌効果を高めるです。ウィッグも蓋より上に水面が来るようにします。30分ぐらい加熱します。次はリッターやトングを使えばいいですが、やけど防止のためお湯を捨ててから取り出すといいです。もちろん軍手で。脱皮済みの瓶は蓋がしっかりされているので寝転がしても大丈夫です。押して30分くらい加熱します。やっぱりお湯を捨ててから取り出しましょう。押して加熱をしてもしなくても常温保存でも冷蔵庫保存でも素材や脱皮の状況、保存環境に左右されると思うので、様子見ながら自己責任でお願いしますね。瓶詰めの方の蓋がなかなか開かないときはお湯で蓋を温めれば開きます。ご覧いただきありがとうございました。自家製メンマなど調理済みのものでも OK です。やっぱり美味しいよ。バイバイ、また来てね。応援をよろしくお願いします。